さて続きまして今度は井上隆之さんでありますが、隆之さんにはあんまりこう言って真ん中に出るのは好きじゃないみたいですけど、たまにはね、そうですね、こう真ん中に出てると息子さんも、うん、パパは今日真ん中で歌ってるなんて言って喜んでくれるんじゃないかと思いますが、サリー岸辺治美の作詞、そして隆之さんの作曲ですね、一人、これを歌ってください。はい、夢のような過去は消えてゆく、一人だけただ歩く、もう誰もいない、チュチュチュ誰もチチチチチチいない、チチチチチチ一人だけだから歩く、誰もチチチチチチいない、チチチチチ一人だけでただ歌う。